ピンチャンネル、チャンネルだぜ。あ、そう、昨日はエゴさんのソロコンサートだったんですけど、ビデオで参加させていただきました。ビデオレター、全員なんですけど、 SK 全員参加させていただいて、エゴさん大好きって言ってきました。ハートありがとうございます。で、その提出したんですけど、その動画を縦横取りだったんですけど、あ、どっちだったかな、横だったんですけど縦で取っちゃって間違えて、で1個普通に動画あるんですけど使えなかった、エゴさんにプレゼントしようかな。でミキと話してました。ミキと一緒に間違えたんですよね。え、あ、これエゴさんにプレゼントするとか言って、何、アイス総選挙やってたの昨日、見てない、なんかありました、良いアイス、良きアイス、1位なんだったんだろう、え、気になる。それツイッターですら回ってきてないや。アイス総選挙だって。ハートありがとうございます。こたつじゃないです。寒い、今日お昼バリあったかかったのに寒いんですけど、またありがとうございます。そう、お蔵入り大好き、お蔵入り大好きがあるんですよ。そう、しかもミキがめっちゃメール読んでくれて、よし、なんとか撮りだねって言って撮ったのに間違えました。ちゃんと間違えました。しかも多分そっちの方が漏れてる。ハートありがとうございます。2位パルムだって。ああ、わかる、パルム美味しいよね。パルムはみんな好きじゃない。え、1位さ、チョコモナカジャンボっぽいなって実は思ってたんだけど、本当にそう。そう、今年は今年は31日にトークイベントがあります。初めてです、31日にお仕事をするのは。 SKE 入ってから初めてです。本当に欲を言えば踊りたい。踊りたいよ。あと5歳ぐらい若ければよかったのに。踊りたいぜ。マジでマジでマジで。しかも今年さ、あれなかったからさ、超世代とかなかったからさ、マジで踊りたくて。ピエン、ガツンとみかん寒ない？夏のイメージが若干寒ない？明日寒くなるの？やば、今ぐらいがちょうどいい。今日の昼ぐらいがちょうどいい。やっぱそうだよね、1位チョコモナカジャンプだよね、人気だよね。ハートありがとうございます。あ、そう、私はメールをなんか見返すの無駄。 I love you、 ありがとうございます。そう、今日はすっぴんちゃん、劇場であるんですよ。多分注意書きで書いてた、トークイベントですって書いてたよね。あ、ありがとうございます。本当に踊りたかったよ。
今だけ若くなりたい、お昼のメンバーになりたい、ピエンピエンです。もしミッドナイトコインあったら出るだって。本当に昔にアンケートがあって、立候補したんですよ。消えたんですけど、とても昔にそれ自体が消えました本当にそのまま消えました。ハートありがとうございます。 YouTube で渚のイメージ見てた、だって実況しじゃん。そっか、見ようと思えばいつでも見れるのか、渚のイメージとドキュメンタリー。でもドキュメンタリーあんま映ってない気がするけど。ハートありがとうございます。そう、マネージャーさんにそのエゴさん大好きの動画を送ろうとした時に間違えてるって気づきました。あ、メリークリスマス、ありがとうございます。トークって書いてるよね。そう、午後はトークなんですよ。午後とかうちらうちらはトークです。大人なので。そう、ミオが踊らないなんて、踊りたかったピエン。とてもとても踊りたかったです。ありがとうございます。ゆきもありがとうございます。え、見ようと思えばって言わん？見ようとだけど、見ようと思えば、見ようと思えば、見ようと思えば。確かにドキュメンタリーなんかロングバージョンあったよね。あれはどこ？テレビどこで配信されてたんだ？あったね。で、なんかそう短くなったやつが YouTube に上がったはずだったけど。何だったかな。そう、夜公演の方だけトークになってますって確か書いてた、見たんですけど。ハートありがとうございます。あ、今年のクリスマスも K2 です。すごくない？去年も K2 で亡くなっちゃったんですけど、一昨年も K2 だったんですよ。そう、今年も K2 です。あ、丸一番の時に配信してたの。ハートありがとうございます。あ、そうで、去年クリスマスプレゼント交換とかもして、クリスマスしました。そう、去年ね、クリスマス曲披露できなかったんですよ。一昨年は予約したクリスマスでしたか？を昇格した昇格発表の次の公演でした。クリスマス公演がそう、めっちゃ覚えてる。で、昇格はまだだったんだけど、一応研究生としてクリスマス公演出て、めっちゃ可愛い緑のチェックの衣装着て
ズーさんもいました。ズーさんとミキとミオと3人がアンダーで、懐かしい。なんかさ、ちいかわになりたいっていうツイートしたらさ、もうちいかわだよっていっぱい来てたんだけど、ミオちいかわらしい、もうちいかわみたい。ハートありがとうございます。そう、去年はエゴさんからいただきましたね。配信もショールームもした。クリスマス当日充実やん。ピザを食べました。し、なんか配信もした。初日を見ながら配信 したっけ。急遽なんか配信したような。で、そう、自覚なかったんですけど、ミオもうちいかわらしい。よかった、ちいかわに慣れてるみたい。知らない間に。ハートありがとうございます。あとなんか結構厳しいコメントも来てて、あっちの世界も厳しいよみたいなの来てました。やっぱちいかわの世界も厳しいみたい。やっぱ舐めてちゃダメですね。ね、YouTube で配信したよね。おや、見れたん8割推しだって。初耳ちゃん結構分かれますよね、ちいかわの推しは。ハートありがとうございます。8割苦労人なの？ちょっと本当に知らないんだけど、8割が喋るっていうことだけ把握済み。ハートありがとうございます。え、でもさ、グッズとか見たときさ、普通のちいかわいるじゃん、白のピンクの、あれが一番可愛いビジュアルは。か8割がビジュアル可愛いよね。なんかうさぎはなんかわかんないんだけど、逆に可愛いみたいな感じで可愛い。ハートありがとうございます。え、8割そうなの？苦労人なの？え、でもなんかちいかわはピンク白い、まあ主人公みたいなイメージね。8割はエースって感じ。うさぎは裏のエースって感じ。うさぎめっちゃ人気らしいよ。バラありがとうございます。みんなコメント欲しすぎて読めない。ちいかわ好きな人いっぱいいます。そうで、今ね携帯にね、みよちいかわ挟んでるんですけど、うさぎじゃないんですよ。誰だったかな、モモンガと、そう、なんか桜みたいな子こう挟んでるんですけど、なんかグミをね買ったらついてくるの、カード。それで2個買って可愛い方を挟んだんですけど、このキャラクターがめっちゃ好きかって言われたらそうではないんですけど、そのずっと仲良しみたいなの書いてんの、ずっと仲良し欲しいみたいなの書いてて、それが可愛すぎて挟んでます。そのなんか仲良し可愛いと思って、仲良しシリーズ他にも何枚かあるんですけど、違うバージョンを当てたいなって思っている。あ、ツイッターに載ってます、私の iPhone ケースの裏。普通に可愛くない？ずっと仲良しなんて、そんな可愛いことある？モモンガとカニ。ゆきありがとうございます。そう、そのフレーズに惹かれて、なんだかわいいと思って挟んでおります。
原作はただの仲良しではない。何があった？だるまありがとうございます。ちいかわキャンペーンしすぎだね。でもグミがちょうどいいわ。気軽に買える、100円ぐらいなので、コンビニで買ってカード目当てで。小判ありがとうございます。ハートもありがとうございます。ずっと仲良しっていいよね。マジちいかわは超人気だから、世の中で。いつからこれ、いつできた、ちいかわっていつできたね。なんかベビースター売ってるらしくて食べたいんですけど、めっちゃ可愛くて見たことがない。そう、サンリオのウェハースも好きだけどね、チョコレートしかあんま好きじゃないんですよ、ウェハース。おいおい、シーサーとクリマンジモの会社って。なんかスタンプ持ってるから、いろんなちいかわの。だからなんかキャラはなんとなく把握はしてるんですよ。まあ、うさぎが破天荒なのは把握済み。あ、ハチワレが喋るのも把握済みで、あとなんかよく草むしりをしているスタンプでよくっていうことしかあんまり把握できてない。あ、元はネット投稿の漫画だって。すごいね、こんなグッズとか出し始めたのいつから。ハートありがとうございます。でもなんで草むしりしてるのかわからん。あ、草むしり検定聞いたことある、よく出てきます。スタンプとかカードとかいろんなところで草むしりしてて、なんかあ、草むしりみたいな気持ち。2021年ぐらいから人気だって。2年前か。あ、出会ったぐらいか我らが。草むしってお仕事だったの？え、草むしりお仕事だったんだ。それは知らんかった。なるほどね。 I love you ありがとうございます。ハートもありがとうございます。まさかの、それは予想外、趣味かと思ってた。そんなこと。怪物読めない。え、なに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 、まともな方のロード。え、待って待って、ちいかわの作者いる、ここにいっぱい。詳しすぎ、みんな詳しすぎ。ちいかわも働いてるんだね。なめてました。もっとなんか気軽に生きてるものだと思ったら、ちゃんと働いてるとは思わなくて。ハートありがとうございます。サイリウムありがとうございます。討伐って読むの？怪物討伐？何それ。ね、可愛くても働かないといけないんだ。いや、ちいかわは働いてないと思ってた。誤算です。ラブレターありがとうございます。このラブレターよくもらうこと多いんですけど、これは期間限定のやつなのか。え、なに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 、だからさすまた持ってるの？え、なんでさすまた持ってんのかなって思ってたんですよ。なんかもういつも持ってて、スタンプでもめっちゃ持ってるし、なんかチーカーといえばみたいなものやん。そういうこと？そう、みよったんもチーカーなのに働いてます。武器だったの？ちょっと思ってた。なんかいつも持ってるなみたいな思ってたんですけど。命の危機もあります。あ、期間限定なんだ、だからたくさんもらうのか。ありがとうございます。え、ちょっと
治安がね。え、ちいかわなのに、ちいかわなのに結構戦う気満々だね。知らなかった。あ、ラブレターありがとうございます。好きな食べ物とかあるのかな、ちいかわにそれぞれ好きな食べ物あるのかな。でもうさぎのガチャガチャやったら手にシュークリームみたいなの持ってたけど。ハートありがとうございます。かい、髪色変えてみません、明日変えます。ちょっと待って、ちいかわわからないんだけど、仲間が急に怪物になっちゃうお話？え？ならないで。仲間が急に怪物？それ本当にちいかわなの？ちいかわだよ。え、そう、今日眠たいんですよ、今。え、配信しながら知っていく。おもろすぎ。ちょっと怖い。チャルメラって何？チャルメラって何ですか？チャルメラがわからないけど、ラーメンの絵文字ついてるからラーメンってこと。寝ないための配信ではないです、なんとなくです。でも今日はあんまり配信しません。明日も時間取れたらやるので、明日メイクしてるから明日いっぱいしたいかも。あ、何チャリメ、え、なんだっけチャリ、え、なんだっけチャリメ、チャルメ、何チャルメラって何。ハートありがとうございます。ラーメンのこと、へー、それは知らなかったです。ちいかわ以外にも知れた今、チャルメラマジで初めて聞いた。チャルメラ、え、 I love you、 ありがとうございます。え、なに、ちいかわがラーメン食べてるとこ見たことないんだけど、ちいかわラーメン食べてる映像あるの？見たことないんですけど。そう、アニメも漫画もほぼ見たことなくて、自覚ありの方のにわかファンです。可愛いからね。 I love you、 ありがとうございます。へー、ウサギは好きな食べ物ありますか？いつも食べてるの見たことないけど、ちいかわがラーメン食べてるの知らない、知らない。ちいかわの電車有名だよね、阪急だよね多分。え、人魚の煮つけ出た、ちょっと待ってえ、ちいかわってホラー映画。え、そう、グッズが好きなんだよね、もともとぬいぐるみとかが好きなので、グッズでかわいいってなって。ありがとうございます。あ、何でも食べるんだって、うさぎピザマンがかわいい、意外、うさぎなのにやってることはしてるんですけど、やっぱ起きてないので見たことがある。あ、テレビつけないからか。阪急電車のちいかわ乗ってるだって。もしかして毎日乗ってる？もしかして通勤がちいかわの電車だったりする？ね、なんかちいかわってもうただただ可愛いんかと思ってたけど、結構意味深な感じもありますね。誰もありがとうございます。
いなり揚げ餅ってなんだろう、美味しそう。アマプラで見れるよ。そう、見ないんですよ。見れるんですけど見ないです。 YouTube とかにもねあるでしょ。だからここで情報仕入れてる。今ハチワレの特技飛び蹴り。え、意外。ハチワレは優しそうなのに。I love you. ありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、なんかね、見はしないんですよ。そう、本当に知りたい時にしろって思うから、もう心の底から興味が出た時に見に行きます。え人間の生活に共通する不条理さがあるらしい。グッドナイトだって。グッナイナイスチューミーチュー。やばい。でもなんか若干草むしりとかは気になってきた。お仕事だと思ってなかったから。 I love you. ありがとうございます。すごい。ちいかわ奥深いですね。ラブレターありがとうございます。え、待って、草むしり検定落ちるとかあるんだ。じゃあ働けないのかな。今日ちいかわ学ぶことしかしてない。でも尊敬は しました。もっとこう楽な世界だと思ってたから、ちいかわになりたいとずっと言ってたんですけど。あ、厳しい。多分検定によって値段が違うんだ、給料の。これは厳しいわ。うわー、でもちいかわのあの白い子ちょっとおバカそうだもんね。うわー、誰が一番資格あるんだろう、高いんだろう。ハートありがとうございます。でもこれで多分ちいかわを知らないでしょ、みんな。知らない人いっぱいいるでしょ。ちいかわを知らない人とかが今配信見ながら一緒に勉強できるっていう。これからちいかわの話が出てもみんなついていけるよ、多少は。世知辛いってなんだ。今日なんか知らない言葉も一緒に出てくる。今日ちいかわ学ぶ以外にも知らない日本語がいっぱい出てくる。ウサギハイスペックだったんだ、意外。なんか破天荒なイメージしかなかった。ごめん、思ったより働けるんだった。ちいかわ違うじゃない、ウサギ頑張ってるじゃん。マジで勉強になってますでしょ。でそのいとことか娘とかにそのちいかわの話を一緒にできるっていう。ちょっと待って、白のちいかわ9時で当たった家に住んでるから勝ち組だって。ちょっと待って、いろいろ待って。お家もらえるんだ。世知辛いは背渡りが難しい的な意味だって。背渡りって背渡りとは見よってことですか。あ、ウサギだ、ちょうどウサギが。
シーサーはスーパーアルバイターの資格持ってる。何それ、シーサー何してる。やばい、今日情報過多ですね。え、何？背渡りって読まないの？世渡りだって。そうなんだ、初めて知りました。世渡りって何ですかね。ちいかは5級落ち続けてるんだって。草むしり犬ってかわいすぎ。落ち続けてるっていうのがかわいい、ね、ほぼ私ですね。英検順にをいっぱい落ちた人、2級か、2級をいっぱい落ちた人。ハートもありがとうございます。背当たりって読むんだ。え、なんだっけ、世当たり、え、どっちだっけ。すいません、ちょっと世当たりって読むんだ、初めて知りました。え、どっちなんだっけ、忘れちゃった、もう忘れた。ハートありがとうございます。え、世渡り上手なんて言わないよ。背渡り上手とは言うけど、ハートありがとうございます。背渡り上手は聞いたことあります。でも世渡りは初めて聞きました、今まで生きてきて。みんなが間違ってんじゃない。初めて聞いたもん、今まで生きてきて初めて聞きました。だからみんなが間違ってる。世の中をうまく渡っていくことだって。世間とうまく付き合える人、あ、ちょっと私には厳しいですね。なんだっけ、世渡りでしたっけ。え、背渡り上手でしょ。ありがとうございます。みよさんが言うなら間違ってるわ。やっぱり、やっぱみんなが間違ってたか、その日本語として聞いたことがない。多分文字では見たことあるけど、日本語として聞いたことがないのか。てかないんだ、今初めて聞いたんよ。ありがとうございます。本当に漢字って難しいよね。音読みとかさ、訓読みとか分からなくて、ずっとなんかさ、ちっちゃい時あるじゃん、これは音読みですか訓読みですかみたいな、あれとかも全然分からんかった。海外長かったからね。帰国子女だったっけ私。そうなんですよね。だからなんか英語しかできなくて、あんまり日本語得意じゃないんですけど。そう、音読みと訓読みをなんか答えさせられるんだけど、だいたい国語のテストで。それがいつも分からなくて、何それと思ってた。ハートありがとうございます。そう、日本に来てやっぱ日本語の勉強を始めました。サイリウムありがとうございます。そのさ、だいたい外れるようなテストで、4択とか2択のやつって絶対外れるの、何あれ、何クリスマス公演が
最後の決行公演なのかな。なんで12級買ったんだろう。だってあの2級です、私あの英検2級です。あ、漢検は12級ですね。でも漢検はなんかいっぱい落ちたの12級、もう何回も落ちました。3級も落ちたし。ハートありがとうございます。しかもさ、4択とかの問題でさ、答えが出てるやん、1なんとか2なんとか、それがあるにもかかわらず間違えるっていうのは何ですか、あれは。ハートありがとうございます。そう、こう高3か第1の時に2級、あ、高3か、高3の時に2級取ってトイックも受けたんですけど、トイックは180点とかでした。あれは何ですかあれは何なんですか。一生受けたくないと思いましたね、あんな眠いでしかない。でも英検で一番得意だったのはリスニング目がめっちゃ苦手で、文章を作るやつが一番得意でした。いつも満点だった、文章を作るやつ、あの12級受けてる時から。なんかね、諦めずに受かるまで受け続けたわけじゃなくて、なんか学校で受けさせられた、強制で。だから毎回受けてたんですよ、英検と漢検は。で、高3の最後らへんは自由ですよって言われて、漢検はすぐやめて、英検はなんかあとちょっとだったので、あ、じゃあ英語の学校、大学に行く予定だったので受けてました。なんかね、勝手に受けさせられるんですよ。そう、あと迷った答えほど間違えてるの何。そう、だって英作文ってさ、何個か覚えとけばさ、何にでも使えるじゃん。だから一番得意だった。で、なんか前後にこう付け足したりしたら文字数も稼げるし、もうできないんですけど昔は話すのもダメ、あの面接系も終わってる。まず聞き取れないんだよね。聞き取ることがまず苦手だった。全部だから、いつも文法だけ点数取れて、リスニングボロボロ。トイックって何点満点だって、みんな。私わからない。あ、990点満点だって990点満点中180点でした。私は大学はどうやって選んだのか、なんだろう、自分が行けそうなところで留学ができるところ、ちょっと安く留学できそうなところに行きました。マジで面接苦手すぎて、英語の面接一回落ちてる、2級の面接。あ、嘘ついた、落ちてないかも。うん、忘れちゃった、受けれなかったんだ。あの、引き受かって、で
そう、面接の日がコンサートだと被ってたの、イコラブさんの。だからコンサート行って、でその有効期限が次までなの。次までだったんですよ。次絶対受からないともう筆記で受かったものすらもなくなっちゃうっていう感じだったの。あ、せっかく受かったのにと思って、だから面接頑張って勉強した。せっかくならね。そうだってさ、引き受かったのにさ、ないことにされるの結構だるいじゃん。I love you、 ありがとうございます。でも大学は興味なさすぎて、なんかあんま自分で調べてない。どこでもよかった、留学行けたら。でそれだったらまあ安いところがいいなと思って留学行く。そらコンサート優先よ、もちろん。でそのイコラブさんのコンサート2列目でした前から2列目でした。最初で最後の近さだったと思う。でノイミーさんのねお披露目の日だったんですよ。歌は歌ってないけど挨拶のお披露目の日で、わーいみたいな、ラッキーみたいな。違う違う、受けれなかったんですよコンサートがあったため受けれなかったんですよね。受けたかったんですけどね。ハートありがとうございます。そう、高3ですね。高3の卒業ぐらいの時に、時の話。そうか、まだ SK 入る前です。そう、しかも初めて行ったちゃんとしたコンサートは、いつも小悪と善悪だけ行ってたので、初めてのちゃんとしたコンサートで2列目だった。ありがとうございます。 I love you、 ありがとうございます。ハートありがとうございます。いつ席したか覚えてないんですけど、2列目だったんですよ。そもそもかあれかな、イコラブさんがコンサートがあんまりなかったかも、もしかしたら。だって全国とか回ってなかったから、東京に行って見に行きました。私は18歳でスケー入りました。19の代ですね。ハートありがとうございます。そうだから、ノイミーさんの初めての握手か、握手じゃないな、握手かなんかも行って、いや、なんか多分イコラブさんのに行ったんですよ。したらお試しみたいな感じで、多分あれお金払ったのか覚えてないんですけど、イコラブさんのイベントに来ていて、ノイミーさんが、でカードもらいました。なんか初めましてみたいなカード。お家にあります。3つもらいました。1レーン3人だった、確か。3つもらって、ありがとうございます。握手の時代でした。そう、だから誰かをしてたわけではないんですけど、ノイミーさん、I love you、 ありがとうございます。
でイコラブさんの個別握手会と全国握手会は2枚目と3枚目と4枚目全部行って、そっから多分 SK 入って行ってないはず。ハートありがとうございます。SK 入ってからはね、一回も行ってないです。そう、結構すぐ SK、 確かに5枚目ぐらいまでかな。じゃん忘れちゃった。ハートありがとうございます。アイドル日記、10分になったら配信終わります。ハートありがとうございます。握手会とかで名乗ったことないんですよ。名乗ったことない、あんまなんかちゃんとしたツイッターのアカウントとか持ってなかったから。なんかイコラブさんは持ってなかったです、あんまりツイッターのアカウントだから。友達とかもいない。ハートありがとうございます。そう、なんかあるやん、なんか初めましてみたいな、フォローしましたみたいなアカウント持ってなかった。そうだからあんまりトレードとかはしない、まあ現地でするぐらい、そんなに頻繁にはしないですけど現地でも。だから一人で生写真買って一人でああみたいなあんま出ないんですよね。全国握手会ってよかったよね。なんかライブも見れるし、しかも女性の枠もあって女性のとこでいつも見てました。うちわも買った。いつもランダム買ってました。なんかさ、ランダムのグッズしか買った記憶ないんだけどランダムしかなかったのかな。うちわとかは買ってたけど、なんか生写真もさランダムじゃん。なんかいつもランダムだったんだけどなんで。でも別にランダムが嫌になったことはないかも。楽しい。全国握手会ってよくない？でミオうちは作れない人だから、そのなんかミオみたいなさ、みんな作ってくれるやん。ほんとすごいよね。だからなんか買ってた。雪だるまありがとうございます。ランダム楽しいよね。しかもなんか直筆のサインとかも入ってたりするよ。本当にすごい、うちは作るみんなたちみんなたち本当にすごい。あ、スノードームありがとうございます。生写真以外に何のグッズあったか忘れちゃった。うちはと生写真しか覚えてないんだけど。でも缶バッジもうちにあるわ。
その生写真にサイン入ってる系界隈で結構素敵だよね。ハートありがとうございます。本当にすごい。うちは10分だ。終わろう。今日もありがとうございました。メール送ります今から。じゃあね、またね。明日は寒いらしいので頑張ってください。明日は寒いらしいので頑張ってください。体調に気をつけて。ありがとうございました。バイバーイ。ハートありがとうございます。